2024年の9月26日ですね、はい。今日来たのが遅いんで、ね、2時ぐらいかな、二時,時半ぐらいに来たんだっけか遅かったんでねあの、もう夜明け間近なんですけど、もう4時半回った感じですね、はい、全然進まないですよあの、10本ぐらいは喋っていきたいんだけどね、はい、あの取りだめしてたと言いつつ、その,あの、うん、ネタもそろそろき きょうきって明日もしゃべるかな、明日も来て明後日もしゃべってみたいなちょっと休みなんでね、またちょっと取りだめしておかないと、もう最近ね、余計なことばっかりしゃべってね、全然回数が進まないんですよ。で今回、えー、34 27回 これ偉人の言葉ってねたまにあの翻訳家の鈴木孝也さんのやつうん引っ張ってきてあのいい言葉あったらねしゃべるんだけどこれ私何で選んだのかなこれ神に関する今回ね神様に関する名言シリーズなんだけどあの何で選んだんだろうこれまあメンツがいいね言ってる4人ぐらい出てくるけどあの言ってるメンツがいい。あとねこれ全部 西洋の人たちだねその人たちの言葉なんだけどあっちに西洋の方々のやっぱ神っていうのと日本人の感覚の神とはちょっとこれね感覚としてね分かりづらいんだけどまあ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 言ってることは分かるっていうかね、うんあのうん、共通する部分はあるね理解できる部分はある。まず1人ね 鈴木孝也さんって翻訳家の方が紹介してるね世界の偉人たちの言葉まず一人目マイク・タイソンいや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 、ね、言わずと知れたアメリカの元プロボクサーですよヘビー級のねまあ史上最高に強かったんじゃないかって思われるようなマイク・タイソンですよこの人、ね、強かったね、うん、東京ドームでやったね、うん はい、マイク・タイソンの言葉「神は必ず理由があって物事を起こすすべてはそこから何かを学ぶため」「成長して次の段階へと進まなくてはならない」ということでね「はい、あの何か神は必ず理由があって物事を起こす」と「す、ね、べてはそこから何かを学ぶため」っていうことまあまあこれはね日本でも同じようなことを言われますね。うん あのまあ、私もよくね、あのー、神様はねあの越えられない壁を人には与えないみたいなこと言ってますねだ誰かというかそういう言葉何回も聞くね、うん、そんなだと思う自分で生きててねあの人生でいろんなつまずきとかね、あのー、いろいろあるけどもこの壁はちょっと乗り越えられないんじゃないかっていうのもやっぱりね、あのー、乗り越えられる壁しか神様は作らないっていうことですよ。 私も何度かね人生でいろいろこりゃ無理だべっていうようなこと、うん、あ,のあったけどもやっぱり、ね、簡単に乗り越えられるような、うん、あのハードルだったらねあの人生苦労ないからね、うん、まあまあ、まあ、マイク・タイソン本当に言ったんでしょうかこの人<笑><笑>あのこの人もむちゃくちゃだったからな「神は必ず理由があって物事を起こす」と。 うん、全てあそこから何か学ぶためということでまあまあ、まあ、マイク・タイソン、ねうん、言ってますということで、はい、次2人目、えー、アルバート・アインシュタイン、ね、言わずと知れた天才ドイツ生まれの天才理論物理学者ということで相対性理論で有名だねアインシュタインの言葉「偶然とは神が匿名を希望しただけである」いやいい言葉だねこれさすがだね、うん。偶然とは 神が名を希望しただけであるってい要はこのアインシュタインもあれだねあのうんまあまあまあねえあの向こうの人は宗教観ちょっとね分かんないけど我々日本人が持ってる神様いわゆるその感覚とはまるで違ってもやっぱりね具体的にあるんだと思うね。 彼らの頭のの頭中には神っていうもがで偶然とは神が匿名を希望しただけであるっていうのは、うん、いいなんかわかる、うんあのー、いろんな物事ね我々の生活に起きる全ての物事あるんだけどもね偶然ね、あのーまあ、私だったら今東北に住んでるんだけど偶然例えばベルギーの片田舎に私が旅行に行って偶然この人と出会ったとかね。うん 日本人ので幼なじみに出会ったとかさそういうのってあるじゃないですかこんなところでこんな人に会うわけないのにとかね、うんうん、いうことってたまにあるんですよその偶然っていうのは本当にいやいや偶然じゃないんだと全ては神,神様がね、あのー、そこで再会するようにあのお膳立てしてるんだっていうことですよね偶然とは神が匿名を希望しただけであるということだから偶然っていうのは必然じゃないんだと。 うん、神様が黙ってね知らんぷりしてるけど神様があの与えてくれたっていうことですよ、うんうん、その物事、うんということを言ってるだから全ての物事っていうのは神様が筋書き書いてると言いたいんでしょうこれアインシュタインはいあと次ねアメリカの映画監督ウッディ・アレン、ね、皆さん知ってますかウッディ・アレンこの人の映画は私 正直言ってあんまりね面白くないっていうかね退屈なのよ日本人からするととにかく会話がすごいもうとにかくしゃべり倒す映画ばっかり作ってたね「ウッディアレン」あのその人の言葉ね「ウッディアレン」「神様を神様を笑わせたかったらあなたの将来の計画を話してごらんなさい」と。いやーこれもまた 知性に満ち溢れた言葉だね。しかもこ、このこの人、コメディうん。基本的にコメディの監督なんだけど、売ってやれんって。これもやっぱこのセリフ。この言葉自体がね。やっぱりクスッと笑うね。うん、神様を笑わせたかったら、あなたの将来の計画を話してごらんなさいと。とうん。これもアインシュタインと同じだね。うん。 あのまあ例えば私がね今アラフィフだけど60になったらこうなってたいこうしたい、ね、海外であのなん例えば、ね、何がしたいとかね、うん、65歳になったら何がしたいとか85歳で死にたいとか私が筋書き描いてたとしてそれを神様が聞いたら神様がクスッと笑うということですよ。あの要は私ののこれからの人生なんていうのはあの神様はする っていう感覚なんだろうねウッディアレンからすするるととまたはアイインンシュタかからするとだからだ私が今ここでねあの例えば「明日何しよう」ね「来週何しよう」ね「来年何しよう」ね「85歳になったら死のう」「死にたい」思ってたらいうことを口に出したら、ね、どっかに神様がいてそれを私の言葉聞いてたらいや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 あなたあなたは79歳で死んでますからみたいなことを神様は言ってるってことだよね分かってるってことだよね。 だかすべて人それぞれ一人一人の人生なんていうのはすべて神様があのレールを敷いてるというかねうん数字書きを書いてるというかいう感覚なんだと思うよこのウッディアレンもウッディアレンどうですか皆さん映画見ましたかねこの人は多作すっごいたくさん作品作ってるうん私もね半分も見てないけど相当見た半分も見てないけど相当見たこの人は偉い数作った監督よ、うん あの有名なのがアニー・ホールっていうねこれ、私見たけどあんまり面白くなかった、これでも賞取ったね、かなり。確かアカデミー賞取ってるでしょ、作品賞かなんか。で、あこの監督ね、本当あの、たくさん映画作ってて、たくさん映画賞ノミネートされてんだけど、アカデミー賞でね、うん、あと他の、うん、例えばカーネとかいろんな各国のね、賞ノミネートされてるんだけど、なかなか賞取れない。うん あのー、打席に立つんだけど全然打てないみたいな <laughs> の感じよ、うん、打席に立って常にレギュラーなんだけど全然タイトル取れないような映画監督だったねウッディアレン私一番好きなのがあのこの監督の中の10本20本じゃないよ私見たの相当見たよこの人のウッディアレンのか作品は見た中でねやっぱとびきり良かったのが「あのカイロの紫のバラ」これは良かったねほんとまあ 映画の中で、まあ、映画のシーンとか <laughs> あの、うん、映画にまつわる映画なんだけど、あのーまあ、女優さんとか男優さんみたいなのが出てきてね、うん、出てきてカイロの、うん、紫のバラは美しかったねタイトルもいいねカイロの紫のバラってねこれはダントツ好きだねウッディアレンの中ではあとあハンナとその死ぬ前っていうのもあったかなあと何だっけそれでも恋するバルセロナとかもウッディアレンじゃないのかな、はい ウッディアレンこの人の映画はねうんとにかく喋り倒すのよ喋 <laughs> り倒す、うん、あの好き嫌い別れるね日本人はこの人の好きだ映画好きだっていう人はうん少ないんじゃないかなあのこの人の映画分かるっていう人は少ないと思うよ、うん、ウッディアレンはいウッディアレンいい言葉神様を笑わせたかったらあなたの将来の計画を話してごらんなさいと言ってるこの人まだ生きてんのかな 結構お年だと思うよ、2024年でしょ、うん、現役で活動してるのかな、ってやれ、はい、生きてるんでしょうか、あと最後、この人分かんない、アイザック・バシェビス・シンガーっていう、ポーランド生まれの小説家、分かんない、このアイザック・バシェビス・シンガーっていう方、この人の言葉ね。はい。人生とは神様の書く小説なのですと。 ストーリーは神様にお任せすれば良いのですとまあこれズバリだねこの通りだねあのこれやっぱりあの向こうの西洋の方々の価値観ってこれなんだと思うようん人生とは神様の書く小説なのですとストーリーは神様にお任せすれば良いのですということであのうんズバリこれが向こうの方々のうん 感覚なんだと思うよこういうよこいだからジタバタしないっていうかね、うん、全て神に委ねるみたいな的な、うん、のが日本人よりは強いんだと思うやっぱり日本人私含めての宗教観っていうのを私神様ピンとこないもんね言われても、うん、ピンとこないよあの向こうの言う人の神様ただやっぱり日本人世界とはかなり違うよね宗教観とか価値観、うん、あのお天道さんが見てるみたいなねお天道さんが見てるみたいな感じ、うん、日本人近いんじゃないのあと 百八つの煩悩とかねあのなんだ信念とか金ついたりするとき、煩悩を金ついて、ね、あのなくしていくみたいなあの感じそういう感じじゃないのあと自然、うん、自然の中に宿る、うんうん、神様みたいなねすべての万物に魂が宿る的な、うん、日本そういう感覚なんだと思う。やっぱりねこの マイク・タイソンアインシュタインウッディ・アレンあと最後のアイザック・バシェビス・シンガーっていうこの西洋の方々の言うところの神様の感覚とは違うね、はい、っていう感じはします。はいどう,でしょうか皆さん。うん、あのまあただ、うん、人生とは神様の書く小説なのですという、うん、ストーリーはすべて神様にお任せすればいいとかね。うん あとね偶然とは神が匿名を希望しただけであるとかこういうのはまあ分かるよ。結局私もなんでこうなっちゃってるのか今深夜にこの廃翼でねあのなんだか知らないけど私の関係ないのよこれこの廃翼あのなんだか知らないけど私が管理するようになっちゃってねうんうんで気がつけば私がこの廃翼通ってて YouTube なんか撮ってるっていうこのね私高校生とか大学生ぐらいの時若い時まさかこうなるとは思わなんだよ。 思わなんだ、ね、深夜廃屋で一人で喋ってるっていう完全にやみきってるでしょこれやみきってたこういう人生になるとは思わなかったけどこれもまあこの方々に言わせると神様の描いたストーリーの通りだからあの何て言うのかなうんあの身を委ねるみたいなそうすると楽だよねだからあんまりじたばたしないってことよあれこれ考えずにね特に若い方々あのあ 焦るからね,若い人ねあのんでなんか誰も分かってくれないとか、うん、誰も絡んでくれないとか寂しいとかっつってオーバードーズとか何とかやってる、ね、人たちいるけどあの焦んないことですよ、うん、全て身を委ねてねあの自分の体を大事にして、うん、あと自分,の自分を大事にするってことは自分の周りの人を大事にするってことだから、うん、あの焦らずよ、うん、いうことでやっていきましょうってことでよ4人。 ね、あの西洋の方々の。偉人たちの言葉並べてみました。うん、分からなくもないっていうかね。でも日本人の宗教観価値観ね。とはちょっと違うかなっていうね。ピンとこないけど、ピンとくるみたいな感じですね。私ははい。勉強になりましたね。はい、終わりたいと思います。はい、チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。